ノート PC 用内蔵 HDD。片手に収まるほど小さい。ハードディスクドライブとは、磁性体を塗布した円盤を高速回転させ、磁気ヘッドを移動することで、情報を記録し、読み出す補助記憶装置の一種である。SSD と比べ、大容量でも低価格なことが特徴。ハードディスクドライブ、ハードディスク、ハードドライブ、磁気ディスク、固定ディスクなどと呼ばれる。 ジス情報処理用語ではハードディスクである。構造上、本来は回転する円盤が磁気ディスクまたはハードディスクで回転軸やモーターなどの駆動装置を含めた全体が磁気ディスクドライブまたはハードディスクドライブであるが特に区別せず呼ばれることも多い。また、ディスクが駆動装置やコンピュータ本体などに固定され、 容易には着脱できないものが多かったために固定ディスクとも呼ばれる。2013年現在、市場へ出回るすべてのハードディスクドライブは金属製の筐体でほぼ密閉されているため密閉型ハードディスクドライブとも呼ばれている。名称の歴史には様々ある。磁気ディスク記憶装置、または単にディスク装置と呼ばれていたり、コンピュータから見た、 アクセス特性によって当時の磁気ドラムなども含めてダスドとも呼ばれたがこれは直列記録方式であるテープと対比してのものである柔らかいディスクを意味するフロッピーディスクが登場するとその対比で硬いディスクを意味するハードディスクの名称が一般化したなおウィンチェスターディスクもハードディスクの別名として用いられることがあるが本来は IBM3340 の開発コード名である。円盤がアルミニウムやガラス等の硬い素材で作られていることからハードディスクドライブと呼ばれる。プラスチック製で柔らかいフロッピーディスクに比べてはるかに大きい記憶容量を持ちアクセス速度も非常に高速である。しかし近年の SSD などの物理稼働部品のないメディアには及ばない。もとは メインフレームの補助記憶装置として利用されていたが、価格の低下とともにパーソナルコンピュータから、スーパーコンピュータを含めたコンピュータに加えて、カーナビゲーションや DVD、BD レコーダー、ゲーム機などでも用いられている。ハードディスクドライブはその構造上、使用過程において故障する、可能性も高く、消耗品として扱われる場合も多い。 外部からのショックやダストの侵入に弱く、熱にも弱い、そのため、ヘッドクラッシュを引き起こしディスクを傷つけ致命的な障害を与えやすい。加えて、経年変化で、ベアリングの摩耗を引き起こし機械部品のガタつき等が発生し、読み書きの障害が発生する恐れがあるほか、何の前触れもなく、動作不能に陥ることもある。こうした、 障害の発生頻度を低減させるために、装置に加わる衝撃を吸収緩和できる構造や、ヘッドを安全な位置へ対比させる、リトラクト機能などといった、装置の改良が行われている。加えて、障害発生時のデータ喪失を未然に防ぐために、ハードディスクドライブの肩コーを検知し、障害回避に役立つ SMART や、冗長化を行う RAID といった技術が、 普及している。しかし完全に障害を回避することはできないことから、重要なデータは定期的にバックアップを取ることが一般的となっている。バックアップを取っておらずに、データが消えた場合のユーザー向けに、データ復旧ソフトウェアやデータ復旧サービスを提供する業者も存在する。 世界初のハードディスクは1956年の i b m 3 0 5ラマックの一部として登場した IBM350 ディスク記憶装置である直径24インチのディスクを50枚も重ねたものでドライブユニットのサイズは大型冷蔵庫2台分ほどもあるが約4.8メガバイトの記憶容量しかなかった最初のフライングヘッド導入は1961年の IBM 1301ディスク記憶装置で、また最初のリムーバブルディスク装置は1962年の IBM 1311であった。1980年代には、ウワスタンデジタルやマックストアなどが、ハードディスクドライブ市場に参入し、またパーソナルコンピュータでもハードディスクドライブが、徐々に普及した。2000年代に入り家庭電化製品のデジタル化が、 進み、音声映像等のデータをデジタルデータとして記録する用途が生じてきたことから、一般の家電製品での利用も増え始めた。容量単位の価格が安価で、大容量、ランダムアクセスが可能で、下記のラムディスクには劣るが、アクセス速度も比較的速く、さらに書き換え可能という特性を生かし、2003年以降、特にハードディスクレコーダーや、 デジタルオーディオプレイヤーといった用途での搭載が増加しているほかカーナビゲーションにも搭載され地図情報の保存などに利用されている2009年現在蒸気の家電製品やパーソナルコンピュータ等での使用においては筐体内に内蔵する方式が多いが本体とは別の外付けユニットを USB IEE-1394 等の 通信ケーブルで接続する方式も増設用途などで存在する。また、ネットワーク上で特定コンピュータ装置に従属しない独立した外部記憶装置として利用できるネットワークアタッチとストレージと呼ばれる製品も存在する。ハードディスクドライブは半導体メモリと比較して読みで、書込みには時間がかかる。そのため OS から見て、 ハードディスクドライブと同様のオペレーションで、より高速なアクセスを実現するための工夫もされてきた。2020年現在では、主流である3.5インチサイズの HDD の記憶容量は、1台で最大 20TB に達した。また、2.5インチサイズでは、ノートパソコンでよく用いられている 9.5mm 厚、サイズ以下で1台で最大 2TB に、 15mm 厚では 4TB に達している。近年では小型化や低消費電力を重視する傾向が強まり、出荷台数では PC 用で主流の3.5インチサイズばかりでなく、それまではノート PC が主な用途だった2.5インチサイズ以下の HDD がゲーム機やサーバー用途を中心に需要が広がっている。2007年の HDD 国内出荷台数は、 2.5インチ以下の HDD が全体の53%となっている。ちなみに、日本においても1990年代の後半、あたりからは安価なハードディスクが出回り始めることとなるが、それ以前の日本のハードディスクに対し、ビル・ゲイツは、日本の HDD はまるで近海だという言葉を残している。ハードディスクドライブ外観ハードディスクドライブ内部時期、ヘッド部分。 プラッタが鏡のようにヘッドの姿を映している磁気ヘッドの拡大トラックとセクタプラッタハードディスクドライブの基本構造は音楽レコードプレイヤーに類似している。レコード板に当たる円盤がプラッタ、針に当たるものが磁気ヘッドおよび磁気ヘッドを搭載するアームから成り立つ。アームは円盤上を1秒間に最高100回程度の速度で往復でき、 これによって円盤上のどの位置に記録されたデータへも瞬時にヘッドを移動して読み取り書き込みが可能である。磁気ヘッドを搭載するアームは初期のディスクパック時代はリニアモーターが用いられていた。その後密閉型ハードディスクに移行するとステッピングモーターによって駆動されるロータリー型へと進化する。さらに半径方向の密度である。 トラック密度を向上させるため、ボイスコイルモータによるサーボ制御が導入された。当初は、プラッタの一面はサーボの位置情報によって占有されていたが、1980年代後半から1990年代初頭にかけて、データの合間にサーボの位置情報が織り混ぜられる、現在の方式になっている。サーボ面サーボ方式とを比較すると、 データの記憶面積によるメリットのみならず、熱変形などによる機械的な位置ずれ精度でデータ面サーボが勝る。データを記録する円盤部分をプラッタと呼び、プラッタの各面のことをサーフェスと呼ぶ。プラッタは主にアルミニウムもしくはガラスで製造されているが、近年では平滑性の高さや強度の面からガラス製プラッタが採用されている。通常、 ハードディスクドライブは1枚以上のプラッタで構成されていて、それぞれのプラッタの両面、または片面にデータが記録される。プラッタの数は少ない方が軽量で、故障に対する信頼性が高いことから、1枚あたりの記録密度を高くすることは、性能向上の一つの手段である。ガラス製プラッタは法野によって発明され、 ガラス製の3.5インチハードディスクプラッタを使った世界初の製品は2000年に IBM から発売された IBM デスクスターデトラ -307020 である。広く普及している CSS 方式を採用したものはディスク停止時には磁気ヘッドとプラッタは接触している。磁性体の層の上にはライナーと呼ばれる潤滑飛膜が形成されていて 回転速度が低いうちは、ライナーの上をヘッドが滑る。回転速度が上がるにつれて、プラッタ表面金棒の粘性空気が磁気ヘッドに対し気流となり、磁気ヘッドが揚力を発生してごくわずかに浮き上がる。一旦浮上した磁気ヘッドは、ディスクとの間に気流をはらむため地面効果が、働きプラッタへの接触を抑制する。ライナーが劣化すると摩擦により、 ヘッドが損傷し、ヘッドクラッシュという現象を起こす。一般に密閉式のハードディスクドライブは、純症模品的な扱いを受ける場合が多く、ライナーの寿命が、ハードディスクドライブそのものの寿命となる。これに対し、ロード、アンロード方式を採用した HDD では、停止時に、プラッタの外側のランプと呼ばれる対比置にヘッドを対比させていて、 プラッタの回転速度が規定の速度に安定した段階でプラッタ上へ移動させる機構となっている。ロード、アンロード方式、別名ランプロード方式と呼ばれる。この方法はディスクが動作していないときにヘッドがプラッタに接触しない状態になるため、比較的高い対衝撃性を持つ。一般的に、 CSS 方式を採用した古いシーゲート製の HDD などはプラッタが回転することによって発生する上昇気流によってロック機構が外れるように設計されているがランプロード方式はヘッド根本を磁石やプラスチック製でできたロック機構で停止時にヘッドが脱出しないようにしているが稀に強い衝撃を加えるとヘッドがプラッタの型に脱出し プラッタを傷つけ物理障害となり得る。古い時代のハードディスクドライブは停止命令を送るとヘッドをプラッタから引き上げ対比位置に移動させるようになっていた。しかし部品点数削減と停止命令を送らない OS の普及などといった理由からヘッドがプラッタ上に置かれたままで停止する CSS 方式が採用されるようになった。これに伴い 張り付きと呼ばれる現象が発生するようになった。これは鏡のように滑らかな面を持つ二つの物体が接触した状態で時間が経過した場合などに発生する現象でハードディスクドライブが起動しなくなる深刻な障害として現れる。回復させるために電源を入れながら筐体に遠心力を与えたりクッションに包んでハードディスクドライブを床に落として 衝撃を与えたり、筐体を分解して、ディスクを手で強制的に回転させたりというような、様々な民間療法が考案された。後に、プラッターの一部に凹凸をつけた領域を設け、停止時にヘッドをそこへ移動させる方式が採用されて、貼り付きの問題は解消された。今日の OS は、ハードディスクドライブに停止命令を送るようになり、 特に対衝撃性能が要求される、携帯機器向けのハードディスクドライブではヘッドを対比領域に戻す機構が再び採用されている。プラッタにホコリなどの異物が付着するとヘッドを損傷する原因となるため、プラッタとヘッドの周辺は密閉されている。開封するには特殊な工具を必要としたり、開封後は保証対象外と書かれた封印が貼られている場合が多い。 ただし、完全密閉されているわけではなく、温度変化に伴う筐体内の気圧変化を解放するため、ホコリフィルターを備えた厚抜き開口部が設けられている。ヘッドに働く揚力の代償は、空気密度の影響を受けることから、ヘッドとプラッタサーフェスの距離を安定に保つためには、筐体内の気圧が大きく変化してはならないためである。一方、 高地などの気圧が低い環境下ではヘッドに発生する、揚力が小さくなり、ヘッドがぶつかりやすくなるため、それぞれの製品には、使用環境の気圧に関する仕様もある。ただしヘリウムなどを充填した、大容量 HDD は、ホコリフィルタを備えた、厚抜き開口部は設けられず、工業的に可能な範囲で密閉されている。プラッタは、 様々な表面処理技術によって進化している。ハードディスクドライブに使用されているモーターには二つあり、一つは、プラッタを回転させる、スピンドルモーター、もう一つは、スイングアームを駆動する、シークモーターである。スピンドルモーターは、ダイレクトドライブ方式であり、逆起電力を検出して、センサレスで、回転数が制御されている。千二百点5四百点七 200.10、0.15 200.、000、rpm が主な回転数である。シークモーターには、ボイスコイルモーターが用いられる。ボイスコイルモーターは、リニアモーターの一種で、2枚の磁石の間に配置された、コイルにかかるローレンツ力を、作動原理としている。コイルは、スイングアームの端部に固定されていて、 スイングアームの軸を中心とした線形の周に沿って動く。ボイスコイルモーターを利用したアームの駆動方式は小型化や高速化に有利で1980年代後半から普及し始め1993年頃に一般化した。それ以前のハードディスクドライブにはステッピングモーターとリンク機構が用いられていた。ステッピングモーターでは初期位置を設定すれば 直接モーターの回転角度を制御できたが、ボイスコイルモーターの採用によりアームの現在位置をフィードバックするサーボ機構による制御が必要となった。初期の頃は、プラッターの一面に座標情報を記録した検出部としてサーボ制御を行っていた。記憶容量を増やす技術の一環として、サーボ面サーボ方式は、スタレ、アドレス情報を記録データと混在させる。 データ面サーボ方式に切り替わった。ハードディスクドライブは起動時にサーボ情報を収集するキャリブレーションと定期的にサーボ情報を補正するリキャリブレーションを行う。いずれもサーボ情報をメモリに保持しヘッドの動作速度を向上させるための動作である。時にこのリキャブレーションが問題となることがあった。Windows などで使われたコンシューマー用ハードディスクは サーボ情報収集中、ドライブへのアクセスを待機させても支障はなかった。しかし、フリーブズドなど一部の OS ではこの待たされている間にタイムアウトが発生して、ドライブが切り離され、場合によっては OS がクラッシュするという事態が生じた。このため両者はそれぞれ改良を行い、サーボ情報収集中にアクセスがあった場合には、リキャリブレーション動作を中断して、 アクセスを受け入れ、また OS はリキャリブレーション動作の可能性を含めたタイムアウト時間を設定した。近年のハードディスクドライブは一度にサーボ情報を読むのではなく定期的に通常のディスク I、O に1トラック1秒程度の間隔で割り込ませサーボ情報の補正を行っている製品が多い。アクセスの少ない深夜などにハードディスクドライブが カリカリという音を立てることがあるのはこのためである。ハードディスクドライブを構成する回転構造のうち、プラッタの回転軸には、玉軸受けや流体動圧、軸受け、流体軸受けが用いられている。玉軸受けを使用する場合には、軸受けから発生する摩耗庫などの侵入を防ぐために、シールが不可欠であり、シール性能の高い磁性流体シールが主流となった。 流体動圧軸受けは、モーターの軸と軸受けの間が、オイルで満たされている。停止しているときは、軸と軸受けが接しているが、回転することにより、順位活油に、動圧が発生して、軸と軸受けが非接触状態となる。そのため回転抵抗が非常に低く、静音で長寿命であるため主流となっている。オイルシール部は、バチウマクで覆われており、 大きな衝撃を加えない限りは、潤滑油は飛散しない。停止している状態や回転数が低いうちは、接触による摩擦抵抗が大きいため、大きな軌道トルクが必要となる。このため、流体軸受けを採用したドライブの最大消費電力は、ボールベアリングを採用したドライブよりも高めになる。また、極端に環境温度が低下すると、 オイルの粘度が高くなり、十分な動圧を発生できるほどの流動性を失うことから、機器の使用環境温度の加減が、軸受けの特性によって支配される場合がある。いずれの軸受けの場合でも、長期にわたる使用により摩耗したり劣化して、回転抵抗が増加する。これによりプラッタの回転速度が不安定となりデータの読み書きにエラーを発生するようになるのが、 軸受けの寿命によるハードディスクドライブの故障として多い例である。プラッタ状の磁性体に磁気を与えたり、読み取ったりする部分をヘッドと呼ぶ。基本構造は、磁性体にコイルを巻いた電磁石でアクセス領域の微小化に伴いコイルをエッチングによって磁性体の表面に生成した白膜ヘッドが用いられている。また、読み取り用には、 磁気抵抗効果の利用により高い感度を持つ MR ヘッドが採用され、記録密度の高密度化を可能にした。MR ヘッドには、さらに高感度な巨大磁気抵抗効果を利用した GMR ヘッドや GMR ヘッドよりも高感度なトンネル磁気抵抗効果を利用した TMR ヘッドといったものが開発され、現在では TMR ヘッドが主流となっている。 一方、書き込み用のヘッドは、コイルと磁性体の組み合わせによる原理に、変わりがないが、記録する時期の方向が、プラッタ面に平行な水平磁気記録から、プラッタ面に垂直な垂直磁気記録へと移行して、記録密度の高密度化を実現している。また、シングル磁気記録方式、瓦磁気記録方式ではトラックを重ね書きすることで、高密度化を実現している。 シングル時期記録方式はその特質上、ニアラインストレージ用途に適しており、システム用途やデータベース用途などの、ランダムアクセス書き込みが多い用途には不向きである。パーティションに置かれる、ファイルシステムのインデックスも一般には、データベースの一種であるため、ホスト側の対応も必要な場合がある。ATA 端子とケーブル2015年現在、使用されている。 ハードディスクドライブの内蔵インターフェースには大きく分けてシリアル ATA 系と SAS 系がある。それ以前では ATA 系と s c ジー系が主に使われていた。コンシューマー市場の主流は1990年代の DOS V ブーム以降シリアル ATA に切り替わるまで一貫して ATA インターフェースを採用した製品であった。ATA は 低コストで急速に普及して、デファクトスタンダードとなり、PC、AT 互換機のチップセットに ATA コントローラーが内蔵されるようになった。その結果 ATA ハードディスクドライブは量産効果によってさらに安価になった。これに対して、スカジーハードディスクは1990年代末頃までは、コンシューマー市場にも存在したが、単体でも ATA ディスクより、 高価な上、スカジーインターフェースボードという追加コストを要した。スカジーハードディスクは制御コマンドが ATA ハードディスクより充実しており、転送速度やランダムアクセス性能に優れるため、2000年代以降はサーバーやワークステーションでの業務用途が主となった。ATA とスカジーは共に度重なる転送速度の高速化によって、 複数本の信号線に同時にデータを流す。パラレル転送では、限界が来ており、2000年11月には ATA をシリアル転送とした発展型である、シリアル ATA が、2003年5月には同じく、スカジーをシリアル転送とした SAS が策定された。コンシューマー向けであるシリアル ATA の企画策定後、対応製品が随時出荷され、 以後 ATA からシリアル ATA と順次切り替わっていった。外付けインターフェースとしては古くから使われている s c s i の他に USB や IEEE 1394で接続するのが一般的となってきているがハードディスクドライブ本体のインターフェースはシリアル ATA でありハードディスクドライブケースに内蔵された変換基板により相互変換されている。 また一部の外付け HDD ケースでは ESATA 接続対応の製品もあるがコネクタ形状やケーブルの構造が違うだけで ESATA の内部信号はシリアル ATA そのものである外付けインターフェースの一種としてネットワークから TCPIP 接続できるようにしたネットワークアタッチとストレージも徐々に普及してきているがこれもハードディスクドライブ本体には シリアル ATA のものが使われる。なお、SAS ホストコントローラはシリアル ATA 互換でも動作するよう設計されているため、SAS ホストコントローラにシリアル ATA の HDD を接続することが可能となっている。ヘッドにケーブル、もしくはフィルム基板の形で直結されているピックアップアンプからインターフェースまでの間にコントローラー基板を搭載している。 一般的にこの基盤は、それ自体が独立したマイコンで、モーターやヘッドのサーボ制御、位置決めトラック位置に応じた書き込み電圧の制御、読み書きする際の変調、インターフェースとのデータの入出力、キャッシュメモリの制御等を行う。1990年頃からさらにタグ付けキューイングと、遅延書き込みを担当し、OS の負荷を軽減した。1990年半ばから、 IDE ハードディスクドライブでは、ドマ転送モードに対応し始めたが、専用の増設インターフェースボードを使った、外付け型以外では、ウルトラドマの登場まで活用されなかった。高機能なコントローラは、ハードディスクドライブ間の通信をサポートしている。例えば、ファイルを別のハードディスクドライブにコピーするとき、コントローラがセクターを読み取って、 別のハードディスクドライブに転送して書き込むといったことができる。また、他のハードディスクドライブのサーボ情報と連携を取り、複数のハードディスクドライブのスピンドルモーターの回転を同調することができる。これは RAID においてアクセス速度を向上させるのに役立ったが、データ読み書き速度の向上と、大容量のキャッシュメモリを備えること、バスマスター転送による非同期 I.O の普及により、この機能は、廃れている。この機能の廃止に伴い、ハードディスクドライブ同士の共振による振動が、アクセス速度や信頼性に影響を与えることになったが、ハードディスクドライブメーカーは、振動を検知して、共振を打ち消すようにモーターを制御する技術を、スピンロックに代わり提供するようになった。サシインターフェースを備えた。 サシハードディスクドライブが主流であった頃、コントローラは2種類のインターフェースを持っていた。一つは、ホスト CPU とつながるためのサシインターフェース、もう一つは、スレーブコントローラを接続するための拡張インターフェースである。しかしベアドライブを除くスレーブとなる製品が、市場にほとんど出回らなかったことから、サシハードディスクドライブは、 ホスト CPU に1台しかつながらなかった。サシハードディスクドライブは時代の変遷とともにその座をスカジーハードディスクドライブに譲った。時代的誤認が参見され、サシの後継が IDE と認識されている場合があるが、サシはスカジーの直接の先祖であり、電気的特性も近くソフトウェアで工夫することでサシインターフェースを スカジーインターフェースとして動作させられるほど、この2社の関係は近い。特殊なコントローラとして、SD インターフェースとスカジーサシ、ID e インターフェースを仲介する、外付けコントローラが存在した。このコントローラは、旧時代の SD ハードディスクドライブインターフェースと、近代的なハードディスクドライブインターフェースの、橋渡し役として機能した。スカジー、サシ、 IDE SD に変換するタイプのコントローラの中身は現代のハードディスクドライブのコントローラそのものに近い。SD はそのベースとなった ST-506 を改良したインターフェース IDE が作られ、その座を IDE ハードディスクドライブに譲った。フレームは構成部品を保持する部品で、今日では、 アルミダイカスト製の箱型として、機密構造を形成するケースと一体化したものが、広く普及している。初期の大型のものは、ケースとは、独立したフレームになっていたことからこの呼び方が、残っている。スピンドルや、スイングアームピボットの取り付け部は特に高い、寸法精度を要求されるため、単一部品のフレームに、すべての部品が保持されている。フレーム内部は、 空気の流れをコントロールする形状に作られていて、ダストトラップと呼ばれる部品に空気を誘導して、内部で発生したゴミをトラップで永久に固定する。コンピュータ本体へ固定するためのネジ穴は4点で1組の構成となっているが、複数ある規格に対応できるように、複数組用意されていて、一般に3.5インチドライブのネジ穴は3組。 それより小さいドライブは2組以下である。ハードディスクドライブは1台で大容量を利用できる。ため、利用方法に合わせて内部を区画に分割できる。個々の区画を別々の OS で利用することもできる。かつて、ハードディスクドライブの総容量が10から100メガバイト台であった1980年代末頃までは、ハードディスクドライブはフォーマットして使用するデバイスであった。 このフォーマットは物理フォーマットと論理フォーマットに分けられ、前者はサーボ情報からセクタ情報まで全てを再構築するものであり、後者は前述のパーティションを作成する際に不良セクタ情報を集めて、それらを予備領域で代替し、ファイルシステムを構築するものである。1 9八十年代末頃からヘッドの位置決め移従方式が導入され、間もなく、 総容量 1GB 台に突入すると、通常利用環境での物理フォーマットは困難になり始めた。今日のハードディスクドライブは、物理フォーマットを行うための条件が厳しく、温度、湿度、振動、電源、またその他いくつかの条件を厳密に管理された、工場内の特殊環境下で、サーボ情報を書き込まないと、設計された容量でフォーマットすることは愚か。 正常に動作させることすら難しい。外乱を受けると、その瞬間に扱っていたセクタないしトラックが利用不可になる。このため、今日のハードディスクドライブは、物理フォーマットコマンドを廃止したり無視する傾向にある。今日のハードディスクドライブは内部に不良セクタの欠陥リストを保持しており、これには、工場出荷時点での欠陥リストと、 ユーザー利用開始以降に生じた欠陥リストがある。おおよそスカジーイ,インターフェースが主流であった時代までのハードディスクドライブは欠陥セクタリストがアクセス可能であった。あるいはもっと古い時代のドライブの欠陥セクタ処理は OS の仕事であった。今日では欠陥セクタリストが見かけ上例であるディフェクトフリードライブとして発売されているが、 物理的にそのようなハードディスクドライブを製造することは不可能で内部に隠蔽された P リストが一定数以下というような品質基準に基づき出荷されている。欠陥のあるセクタはいずれの場合でもそのまま放置されるわけではない。ユーザーがアクセス不可能な予備領域に上長として領域が確保されており物理フォーマットの時点で問題のあるセクタトラックは 予備領域内のセクタに自動的にアサインし直される。これにより、欠陥セクタは自動的にスキップされる。また、データ記録には、リードソロモン符号等を使うことで、エラー訂正を行い、ビットレベルの点欠陥は事実上無視できる。記録密度向上によって S、N 比は低下する一方なのでエラー訂正技術は、今日のハードディスクドライブにとって不可欠な技術である。 実際に、欠陥セクターであるかどうかは、書き込み時には検出できず、ベリファイを含む読み取り時にしか検出できない。通常の OS では、ハードディスクドライブの信頼性は十分なものとみなして、おり、またパフォーマンスの低下を招くため書き込み直後の、ベリファイ動作はデフォルトで、オンになっていないのが通常である。さて、物理フォーマット語あるいは書き込みの後に、 前述のエラー訂正によっても、回復不能なセクタのビット列変化が起きれば、それは、欠陥セクタであり、読み取り動作時に、直ちに検出される。該当セクタが、OS によって使用中である場合、データの損失を招く。実際には、一定基準以上のエラー訂正が発生したセクタは、ドライブのファームウェアによって、 再書き込みされるか、あるいは事前に予備セクタに代替処理され、データ損失を防いでいる。もし利用経過によって予備領域が枯渇し、あるいは OS によって使用中の欠陥セクタが発生した場合には、アクセスするとエラーが発生し、システム、またはデータの損失が生じる。もとより OS のファイルシステムによって、 血管クラスターを回避する機能は備わっており、論理フォーマットによって、スーパービットマップなどで、蓋をする、処理が行われる。古い時代のハードディスクは前述の予備代替処理機能、そのものを備えておらず、血管セクターを取り除いた領域が、ユーザー領域となるため、リストの長短が、ハードディスクドライブのクオリティであり、また使用中にこのリストがどれだけ増えるかが、 管理者の頭痛の種であった。今日では、一定基準以上のエラー訂正が発生したセクターや、データ損失前に事前に、予備セクターに代替処理されたセクターの数を、SMART で検出が可能であり、そのようなドライブは、要注意ドライブとして事前に、新しい製品に交換されることが行われている。当初から、 ハードディスクドライブのセクタサイズは1セクターあたり512バイトであったが大容量化に伴いセクタサイズが4096バイトとなっているハードディスクドライブが2009年終わり頃から出回っているこれらは4キロと呼ばれ Windows Vista 以降のオペレーティングシステムではそのまま利用可能であるが Windows 2000 XP では512バイト以外のセクタサイズの HDD ではパフォーマンスを引き出せないため、ベンダー提供のツールもしくはジャンパピンなどの再設定が必要である。アフトを採用したハードディスクドライブはちょうど 512N セクタを採用したハードディスクドライブと 4KN セクタを採用したハードディスクドライブの中間的な位置と言える。アフトを採用したハードディスクドライブは4096バイトのセクタを 持っているが、システムごとに、自身の物理セクタサイズが512バイトのドライブだと、誤魔化して、情報の読み込み、書き込みを行う。4KN セクタを採用した、ハードディスクドライブを、4KN セクタのハードディスクドライブに対応しない、OS のコンピュータに接続すると正常に動作しない。アフトドライブは、 これらの中間的な位置づけとなるため、OS バージョンに関係なく使用することができる。このように近年、ハードディスクドライブでは、512バイトセクタから4096バイトセクタに移行する流れになっている。これはプラッタあたりの容量、すなわち記録密度を向上させるためである。例えば、512バイトセクタを採用した、ハードディスクドライブだとしても、 厳密に言えば1セクタが512バイトというわけではない。実際には512バイトのデータ領域に、セクタとセクタの間隔を保つためのセクタギャップと、アドレス情報が含まれた領域に40バイト、エラー訂正符号が含まれた ECC 領域に40バイトで構成されていて、1セクタあたりの容量は、計592バイトである。これを8つ束ねると、 8つのセクタギャップ及びアドレス情報が含まれた領域8つの ECC 領域が必要なくなる。アフト及び 4KN セクタはこれらの不必要な領域をなくしてデータ領域をまとめることによって容量を向上させている。ちなみに N はネイティブのことで例えば 4KN セクタの場合完全なる4096バイトのセクタを持つドライブということになり 512バイトセクタとしての動作を一切保証しない。いつかは 8KN セクタや 16KN セクタを採用したハードディスクドライブが登場するかもしれない。また 2TB 以上のドライブは GPT 形式でフォーマットする必要がある。そもそも GPT 形式は MBR 形式とは違い、ブート領域が二重に記録されているため心理的にも 物理的にも安心なのかもしれない。ハードディスクの容量は常に拡大し続けている一方、古いファイルフォーマットや OS、BIOS 等が対応できる容量には上限が存在し、これが通常、壁と称される。主なものとしては、5, 5 1、GB、2イト5 4 0イト1イト2イト4イト8イト 32GB、64GB 32、128GB 64、137GB 128、2TB 13などがある。古い BIOS による制限の場合には、BIOS をアップデートすることで解決する場合もあるが、メーカー製パソコンではアップデートができない場合が多い。理論上は、128PB などにも壁が存在し、今後も順調に容量の増加が続いた場合、 その容量に到達した時点で問題になることになる。ドライブによっては、ジャンパピンの設定等で、HDD の認識可能容量を下げられるものもある。HDD のサイズ比較の一例左から5.25インチ、3.5インチ、2.5インチ、PCMCIAHDD14 インチディスクとの、比較中央は14インチディスク右下5インチディスク。 左下3.5インチディスク底面の大きさにはいくつかの標準があり、それぞれで一般的なプラッタの直径をもとに名前が付けられている。HDD の物理的なサイズという場合、これを指すことが多い。現在、市場に出回る HDD の大半が3.5インチや2.5インチサイズのプラッタを採用している。過去には、 コンパクトフラッシュサイズのマイクロドライブ、アイブドゥル等の小型のドライブも販売されていたが、急速に大容量、低価格化したフラッシュメモリ系のストレージに押され、徐々に生産終了となった。なお、東芝製1.8インチ HDD は特殊形状で厚さが 8mm と 5mm のものがある。外付け HDD ハードディスクドライブは、 コンピュータの筐体に内蔵されるのみでなく、外部補助記憶装置としても利用されている。外付けハードディスクドライブは、ハードディスクドライブ本体を、さらに金属や樹脂の筐体に入れ、変換回路により、端子を変換し、ケーブルによって、コンピュータに接続できるようにしたものである。中には内蔵ハードディスクドライブを、外付けハードディスクドライブとして利用できるようにする。 ハードディスクケースという専用のケースもある。これは低価格だが、取り付けの手間がかかる内蔵ハードディスクドライブの利点と、手軽に使用できるが高価な外付けハードディスクドライブの両方の利点を活かし、ハードディスクドライブを低価格で入手し、手軽に扱えるようになるものである。また、このタイプのハードディスクケースを応用して、 内蔵ハードディスクドライブを交換するときに、一旦このケースに、新しいハードディスクドライブを取り付けて、元の内蔵ハードディスクドライブの内容をすべてコピーを、した後で、再び分解して取り出し、コンピュータの内蔵ハードディスクドライブと取り替えることで、再インストールなどの手間をかけずに、ハードディスクドライブを交換するのに用いられることもある。接続には、スカジー USB、 IEEE1394、ファイバーチャネル、イーサタイーサネットなどが用いられる。ATA、アタピーは存在しないが、これは、コンピュータ内部での補助記憶装置の接続に特化して、開発されており、コンピュータ筐体外部まで配線を引き回すことへの、ノイズ対策が講じられておらず、よって、ケーブル長も 46cm までの制限がある、ことによるものである。 マッキントッシュはファイヤーワイヤーまたはスカジーで他のマッキントッシュと接続することで外付けハードディスクドライブとして利用できる。その他にもコンピュータと直接接続することによって外付けハードディスクドライブと同様に使用できるハードディスクドライブを搭載したデジタルオーディオプレイヤーやモバイルコンピュータなどもある。なお、主に企業で使用されるディスク装置は RAID、ホットスペア、ホットスワップ、各種の複製機能などを備え、内蔵する、ハードディスクドライブや、コントローラケーブル、電源ユニットなど、各部品の上長化による、可用性の向上、ディスクアレイのストライピングや、キャッシュなどによる性能の向上、各種の複製機能による、運用性の向上、さらには、障害時の自動通知機能などを搭載した、大規模、 高価なものも使用されている。また、サミアナズ、さらには仮想化機能により異なるメーカーの複数のディスク装置を統合して使用するなど、各種のストレージ統合も行われている。ディスクを取り外し可能なハードディスクのこと。あるいはハードディスクドライブそのものをカートリッジに格納して、過半性を向上したもの。かつてリムーバブルハードディスクは全社のみが存在した。 初期の例では1962年の IBM 1311があり、洗濯機のような筐体に約 4.5kg のディスクパックをマウントすることができた。リムーバブルメディアには、フロッピー系、テープ系、工事機ディスク系、ハードディスク系など、様々な技術を用いた数多くの製品が発売されてきたが、 そのうちのハードディスク系のものの総称として、一般的に、リムーバブル、ハードディスクと呼ぶ。ハードディスクドライブのディスク部のみをカートリッジに入れ、ヘッドや駆動部からなる、ドライブ本体から構成されており、フロッピーディスクや MO のように使うことができる。他のリムーバブルメディアと比較して、ハードディスク系は、大容量、読み書き速度が高速、低価格という点で優れており、さらに、 ハードディスクドライブの技術がそのまま転用できるため、新技術の導入も早かった。1990年代前半までは、米国を中心に広く使われていた、リムーバブルメディアであったが、構造上、誇りや衝撃に弱いという欠点があり、ジップやスーパーディスク、USB メモリにとって変わられた。5インチ、3.5インチのディスクで、 様々な容量の製品が発売されていて、代表的なものにシュクエストの SQ327、EG135、イスフライヤー、スパルク、ゼジットや、アイオメガのジャズ、ピアレス、キャッスルウッド社の ORB などがあった。一時は、シュクエストやノマイ社を中心に、PDC というメディアの統一規格策定の動きもあったが、普及する前にリムーバブルハードディスク自体の人気が、 下火になり、消失した。i o オメガから2.5インチという MD ほどの大きさの、ブがアが、Io、データ機器や日立マクセルからアイブドゥルなどが、発売されている。リムーバブルハードディスクには2種類あり、ディスクのみをカートリッジに格納したものは、基本的に駆動部がないなど、耐久性に優れるが大容量化には、ドライブの買い替えが必要である。 ハードディスクドライブそのものをカートリッジに格納したものは駆動部などが組み込まれているため対衝撃性は全者に比べて低い一方で読み書き部がカートリッジに収められているので大容量化する際は大容量のカートリッジを購入するだけで済むため気軽に使い続けられるリムーバブルハードディスクレブと外付けリムーバブルケース一方で 内蔵ハードディスクドライブを専用のトレイやカートリッジに固定し、そのトレイをリムーバブルハードディスクドライブケースと呼ばれる筐体に格納することで擬似的なリムーバブルハードディスクにしてしまう製品がある。これは前述のハードディスクドライブケースと内蔵ハードディスクドライブを用いた擬似外付けハードディスクドライブの利点に加え取り外しが可能である点を活かして可搬性の向上と ハードディスクドライブの入れ替えを容易にし、なおかつ小スペース、ケーブル類が少しで済むという特徴を持つ。前述のカートリッジタイプでは、ドライブの生産中止などにより、メディアが使えなくなる場合があった。また、互換性のある上位機種が少ないため、メディア容量を増やしたいときは、ドライブとメディアすべて他のものに買い替えねばならない場合が多かった。それに対して、 リムーバブルケースでは、ケースが手に入らなくなっても、他社のケースに中身のディスクドライブを入れ替えれば続けて使える。また逆に、手持ちのケースの中身のディスクドライブを変えるだけで、容量の増加が簡単に行えるという長所がある。1998年から2000年以前では、リムーバブル、ハードディスクというと、ディスクのみをカートリッジに格納した、リムーバブルメディアの製品を指していた。 しかし、それらの製品群は、1998年から2000年、頃にわたメディアに押されて、販売中し、収束製品が続出した。この頃に登場した、このリムーバブルケースは、発的に普及し、今日でも広く使われている。このため、リムーバブルハードディスクは、このリムーバブルケースを指すことが、多くなった。なお、口述の、 ハードディスクドライブそのものをカートリッジにしたものタイプの製品でメーカー独自のノートパソコン専用ハードディスクパックを外付けスカジーリムーバブルハードディスクや内蔵 IDE リムーバブルハードディスクとして利用できるアダプターが発売されたこともあった2007年現在一流サイズからブレードサーバまで SAS2.5 インチハードディスクドライブ用のリムーバブルハードディスクドライブケースを標準装備したサーバー機器が多数発売されている。SAS ではホットスワップ動作が規定されているので稼働中の装置から容易にハードディスクドライブを取り出して交換することができる。一部の製品はソフト的にパラレル ATA 接続でのホットスワップが可能なものがあった。 ただし動作の安定性、確実性には難があり、さほど一般化することはなかった。スカジーでは SCA コネクタを採用したもので、ハードディスクドライブそのものをスロットに押し込んで使うシャーシがある。汎用リムーバブルケースに比べて、カートリッジ化するための部品装着の手間が不要になるハードディスクドライブがシャーシに接触するので、 放熱効率が良い、実装密度を高くすることができるなどのメリットがある。デメリットとして、SCA コネクタを搭載した、ハードディスクドライブ自体が、製造数の関係で安価ではない、大容量ドライブの入手性に難があるなどが挙げられる。2.5インチハードディスクドライブは、パラレル ATA でも、40ピン ATA のピンピッチを狭くしただけでなく、 電源の4ピン分を含めた44ピン ATA にマスター、スレーブ設定ピンなどを含む50ピン ATA としてコネクタ位置が統一されている。コネクタの抜き差しも弱い力で済んだことからノートパソコンではハードディスクドライブそのものをスロットに押し込んで使う筐体もあった。安いベアドライブを簡単に入れ替えられ評判が良かったがノートパソコンの場合 ドライブを抜き差しする開口部を作ることすら厳しいこと、ドライブの高さが 8mm、9mm、12mm と異なる高さの製品があったことから実例は多くはない。3.5インチ IDE ハードディスクドライブがシリアル ATA 化した際にコネクタの位置が厳密に規定されたこと、コネクタ自体がこじらなくても抜き差しできるようになったことから、 従来 SCA コネクタハードディスクドライブが採用されていた市場分野にシリアル ATA ハードディスクドライブが進出している。SCA コネクタハードディスクドライブの欠点であった容量の問題、価格の問題も解決しており、コンシューマー向けの5インチベイに搭載するリムーバブルシャーシから大規模ストレージまで幅広く使われるようになった。 シリアル ATA コネクタを搭載した高信頼性ハードディスクドライブも登場している。同様に2.5インチシリアル ATA ドライブを搭載したノートパソコンもセキュリティの観点からハードディスクを取り外して完全消去後に処分することが一般的になり市販のノートパソコンはハードディスクユニットが内部の開口部から カートリッジ上に取り出せるようになっているものもある。本体を分解せずとも簡単にハードディスクを交換したり廃棄することができる。リムーバブル、ケースとカートリッジタイプの比較リムーバブルハードディスクの実装方式には2種類がある。ハードディスクドライブは、その製造過程において、高度なクリーンルームや良質の自生体を必要とし、ドライブの品質は潤滑剤。 制御基板等の品質に左右される。これらの事柄が要因となって、ドライブのロット不良を起こす場合がある。高密度記録を実現するために、ディスク回転時のプラッタの保護膜表面と、磁気ヘッド端部との距離、ヘッド浮上量は2009年6月現在、2ナノメートルほどであり、タバコの煙の粒子より狭いため、ハードディスクドライブ内部は、 半導体製造工場のクリーンルーム並みの無人度が求められる。ハードディスクドライブの寿命は SMART で測られ MTBF や MTTR として推測される。一般に温度が高いほど寿命は短くなると思われているが Google が自社のサーバー群の故障発生率の統計から発表したデータでは 極端な高温ではない限り温度と故障率との関連性は認められていない。むしろ低温による故障率との関連性が指摘されている。前述の通り高温による故障発生率は以前より指摘されていた経緯があるが実際には38度を下回る温度はむしろ HDD の故障率を上げる傾向にある。例えば一般に HDD 温度50度は 好ましくないと言われるが、HDD 温度が30度の場合同程度の故障発生率となっている。また、個人向けと企業のサーバー用途向けでは、設計時における耐久性に格差が存在し、個人向けは1日8時間使用で3年から5年、サーバー用途向けは24時間稼働で3年から5年を目安に、HDD 製造メーカーでは保証期間が設定されているが、 実際の製品寿命を保証するものではない。ハードディスクドライブの寿命は前述したように正確な予測が困難であるため定期的なバックアップの重要性は昔から絶えず言われ続けている。一般ユーザーレベルでのバックアップ先としては CDR や DVDR や BDR などの光メディアへの保存か場合によっては容量などの面から バックアップ専用外付け HDD への保存が一般化している。また、サーバー用途で一般的に使われている HDD を使った RAID 構成は、この問題に対する一つの回答であり、個人向けや家庭向けの RAID、構成 HDD が発売されている。ノート PC など RAID が困難な場合でも、ソフトウェアによるミラーリングも可能である。 同一設計のドライブの製造期間は短いもので3ヶ月、長いもので1年程度である。日本における家電製品等では補修用性能部品の保持期間を通称産業省の行政指導あるいは自主基準により定めているが、コンピューターを含む通信機器メーカーはその対象ではなかった。このためパソコンメーカーなどでは、 修理部品の確保が難しい場合が多く、修理作業自体にかかる手間やドライブの価格低下が、激しい事情も合わせて、故障した製品の代替の製品と交換することで、対応する例も、珍しくない。故障したドライブに記録されたデータの取り出しを行う、専門業者も存在するが、かなり割高の代金となることが多い。ハードディスクドライブの寿命を伸ばす方法はいろいろ。 言われている。例えばディスクが回転を続けていると発熱し、劣化を促進するため、冷却などによって温度を下げることが好ましいとされているが、方式によっては取った手段が逆効果になる場合もある。また、3.5インチタイプに多い電源断時に、ヘッドがディスク上で停止する製品は、起動と停止を繰り返すと、 ヘッドの摩耗や微粒子による悪影響が生じやすく、PC の起動中は HDD の電源を切らない設定が良いとされるが、デスクトップ PC など放熱に余裕のある装置に装着されている場合が多い上、電源断時にヘッドがディスク外の所定の位置で停止する製品がほとんどである。ため、起動と停止を繰り返しても、さほど悪影響はないとも言われる。一説によれば、 停止時にヘッドがディスクと接触しないように設計された HDD でもヘッダが対比場所からプラッタに移動するロードヘッダが対比場所に戻るアンロード時にも微妙にプラッタと摩擦しているとされこれによって発生する微粒子がハードディスク内を汚染し故障リスクを上昇させるという災害周のロードアンロード領域にデータ領域は存在しないが仮に ヘッドのロードアンロード時に摩擦が発生するのだとしたら、頻繁に電源をつけたり消したりすることは、間接的に HDD の寿命を縮めていることになる。通常、微妙に摩擦したとしてもプラッタ状に塗布処理されたライナーによってプラッタは保護されるが、これが経年劣化したり、意図しない電源断時に想定外に摩擦して著しく寿命を縮めるほか、 不良セクターを誘発させる原因にもなり得るであろう。近年でも停止時にヘッドがプラッタの内側に対比する CSS 方式を採用した HDD が見られるが、このような HDD の場合、電源が供給されなくなるとプラッタはこれ以上加速はされないが、完成の法則により完全に停止するまで回り続ける。この間、 プラッタとヘッドは摩擦され続けることになり、HDD の寿命を縮める要因になる。これらを抑えるために、メーカーは CSS 領域に特殊な加工を施している。ヘッドの大きさをジャンボジェットに例えると、わずか1ト、mm、ルのところを飛行するというように、例えられるように、ハードディスクドライブは点灯、落下等の強い衝撃を受けた場合、ヘッドが 円盤面に衝突して円盤に傷がついたり、モーター内のベアリングが変形したりして、データの読み書きが不能となる場合がある。特に動作中の落下で故障しやすいため、携帯用途で使用される、ハードディスクドライブを内蔵した製品を扱う場合は、強い衝撃を与えないように注意を払う必要がある。また、稀に落下した後でも正常に動作する場合、そこでできた傷が、 ゴミとなり、それが、ハードディスクドライブ全体に行き渡って破損する場合も、ある。特に1980年代頃までの開発初期の、ハードドライブは脆弱であり、動作中の移動は禁忌であり、使用中に地震が起きただけでも破損することもあった。対衝撃性は年々改善され、2000年代までには、揺れる電車や、自動車内でも問題なく作動するようになっている。 輸送時などの衝撃による破損、あるいはヘッド面とプラッタ面との張り付きを防ぐため、ヘッドをディスクの安全な領域へリトラクトさせることが重要になる。例えば NECPC-9800 シリーズなどの場合、電源を切る前にストップキーを押して、手動リトラクトする習慣を身につけることが、ユーザーにとって一種の必修事項となっていた。 その後、電源を切った際にハードディスクドライブが自動的にリトラクト動作をするオートリトラクト機能を備えることが一般的となった。さらに、これを発展させ加速度センサーを内蔵し自由落下を検出すると電源を切らずともオートリトラクトして破損を予防する機能が一般的となっている。パワーブックなど一部のノートパソコンではディスク外部に加速度センサーを設け、 同様の機能を実現した。ただし常に揺れる、電車内などでは、頻繁にリトラクトが行われてしまい、書き込み速度が異常に低下するという問題もある。これらの発展により、ハードディスクドライブの用途は大きく広がり、2006年には、東芝製の携帯電話、W41T が0.85インチの、ハードディスクドライブを搭載した。しかしフラッシュメモリに比較すると、 消費電力が多い、小容量ではコスト高になる、厚みがかさばるという難点もあり、この機種以降、ハードディスクドライブを搭載した、携帯電話は製品化されていない。ハードディスク本体内部も、さることながら、その制御基盤の部品が焦損することなどで故障する、例も多い。同一製品でも製造ロットごとに、 基板の部品構成が異なる例が多く、その場合はその基板を移植しても動作しないことが多いことや、メーカー側も基板交換の対応は行っていないことから、個人レベルでの対応は困難とされる。しかし、稀に、同時期に、同国で、同モデルとして製造された HDD の基板に、取り付けられた HDD コントローラの制御プログラムがインプット。 された、イプロムを交換することによって動作させる一例もある。コンピュータの処分時に、ハードディスクドライブに適切な消去作業を行わないと中身のデータを部外者に盗み取られてしまう危険がある。適切な消去作業とは、内部情報を完全に物理的に消去することである。論理的消去操作者がファイルの削除操作を行っても、OS は通常は、 インデックス部に削除情報を書き込むだけで記録情報の本体であるデータ部はディスク内にそのまま残されゴミ箱を空にしても一般的なファイル復元ソフトによって復元される可能性がある。また通常のフォーマットもデータ部をクリアすることはしないため復元される可能性がある。上書き残存データを完全に消去するにはハードディスク全体を 他のデータで上書きする必要がある。上書き回数に関しアメリカ国防総省は2001年まで3回の上書き処理を規定していたが、ハードディスクの高容量化に伴い2006年以降は1回と規定している。データ消去ソフト一般的な使用においては、売却、廃棄をする際は、データ消去ソフト等で完全に消去するのが望ましい。 ハードディスクドライブ自体が故障してデータ消去できない場合でも故障箇所によっては修理によってデータ漏洩する危険がある。また火災や電子レンジなどで外見上破壊されていても特殊な復旧機材を所有する業者に依頼すれば高額ながらもデータ復旧は可能である。過去にコロンビア号空中分解事故においてスペースシャトルコロンビア号に搭載されていた ハードディスクのデータを NASA がアメリカのデータ復旧業者に依頼し中身のデータをほぼ復旧したという事例がある物理的破壊中途半端に物理的破壊されたハードディスクからデータを復活させることは可能な場合もある例えばドリルで穴を開けてプラッタを破壊したとしてもプラッタの残骸を最先端の残留時期探索装置を用いて解析することにより わずかな部分でも1ビットずつで作業でデータを復活させていくこともできる。ハードディスクメーカーのシーゲートテクノロジーはそのような手法を保有していると公表している。数千ガウス以上の時期をハードディスクに照射し媒体ごと生じする手法もあるが比較的効果である。また時期を利用している点を活かして 強力な磁場を発生させて、読み取り不可能な状態まで破壊する専用器具も出てきている。暗号化データを暗号化しておけば、たとえ物理的にデータを読み出されても暗号が解けない、限りは、情報の機密は守られ、紛失や盗難時にも有効である。1956年から2009年までの最新ハードディスクドライブの記録面密度の年、平均成長率と、 ムーアの法則の CAGR の比較現在も年率40%で記録密度が向上しており今後もデータ保存コストの低廉化に大きく貢献し続ける見込み熱揺らぎの問題を解決するため航空を有する時期記録材料の研究開発が進められているまた記録1ビットずつパターニングすることで隣接ビットの 影響を抑えるビットパターンと媒体の研究も行われている。これらの媒体は熱揺らぎに強い反面、従来の磁気ヘッドでは記録困難となるため記録することが容易でない。そのため、これらの航空媒体への記録手法として、近接情報などによる熱アシスト磁気記録やマイクロハーシスト磁気記録等の研究も進められている。 東芝デバイスストレージはマイクロハーシスト時期記録方式を用いて HDD 記録面の多層化実験に成功した。簡単に言えばヘッド先端から発される電磁波の周波数、すなわちエネルギーを多段階に使い分けることによって特定の層へのアクセスを可能とした。単純計算すれば記録面がそれぞれ2倍となれば層容量も2倍になるだろうと推測される。 2010年まで毎年右肩上がりの成長を続けてきた HDD 市場だが2011年には東日本大震災と大洪水による被害でマイナス成長となった。また供給不足から HDD の値段も最大で3倍に達するなど価格も高騰した。2012年には工場が再稼働し生産は復調した。現在各社では 熱アシスト時期記録やマイクロハアシスト時期記録などの記録方式だけでなくセクタギャップやトラックギャップを微細化させるなどの構造を見直すことによって容量向上を目指している。2011年に大型合併などの業界再編が進み、ウエスタンデジタル、シーゲートテクノロジー、東芝の3社でほぼ全てのシェアを占める。 2012年のシェアは、ウエスタンデジタルが44.5%、シグエートテクノロジーが41.8%、東芝が13.7%となっている。プラッタを製造するメーカーとしては、昭和電工、ホーヤ、富士電機などがある。これらのメーカーは完成品としてのドライブは、製造していないが、ハードディスクメーカーに部品を供給している。 完成品の HDD を製造できるメーカーでガラスプラッタを自社生産できるのはシーゲート、HGST、ウェスタンデジタルの3社で、他社はプラッタ製造メーカー及び他のハードディスクメーカーから納入を受けている。ただし、自社生産できるメーカーも供給安定のために自社のプラッタと合わせて利用している。かつてはオハラも製造していたが撤退した。 その他 TDK が磁気ヘッド部分の製造と提供を行っている。TDK はアルプス電機より製造設備と知的財産権の譲渡を受け高いシェアを持つ。完成品の HDD を製造するメーカーでは C ゲートや HGST などが自社生産を行っている。垂直磁気記録方式では従来以上にヘッドとメディアのすり合わせによる 微調整が重要になるため、自社生産は強みとなる。また、プラッタを回転させるモーターに関しては、JVC モーターなどがある。他にも、富士電機、アルプス電機、クボタなども製造していたが、1990年代中頃には撤退している。ありがとうございます。